今日はね、天気も良かったからね、バーベキューに行ってきたよ。片側の髪の毛がね、チリチリに焼け散ったけどさ、どうしようか迷ってるんだよね。せっかく伸ばしてニコラス・ケイジみたいにしようとしてたんだけどさ。じゃあ早速ね、僕の好きな歌を歌うよ。ヒコカツのズンドブスブシ。メガネをかけてるお相撲さん。メガネをとっても目が細い。ズン。ズンズンズンドブス。ズン。ズンズンズンドブス。焼肉がうまいわけじゃなく、焼肉のタレがうまいんだ。ズン。ズンズンズンドブス。ズン。ズンズンズンドブス。犬には洋服着せてるが、自分は裸の露出狂。ズン、ズンズンズンドブシ。ズン、ズンズンズンドブシ。ズン、ズンズンズンドブシ。豚肉でも十分美味しいよ。はい、突然ですが、ラッチオヤジです。僕が毎週金曜日に行っているラッチオヤジライブの中で、ヒコカツのズンドブスブシコーナーを新設することにいたしました。ということで、そのコーナーで紹介するネタを皆さんから切に募集します。僕昔音楽やってたからわかるんですけど、例えばね、カツラがずれてるおじいさん。みんなの視線はずれてない。こんな感じのオリジナルネタをこの動画のコメント欄にお書きください。一人何個でも結構です。思いつくまま気の向くままに書き散らしてくださいね。優秀な作品は番組内で紹介させてもらいますよ。はい、ではご応募お待ちんこしております。チャンネル登録ね、よろしくね、お願いするよ。